こんにちは、シエルです。今日は質問にお答えしていきたいと思います。先日 YouTube で質問ありますかと募集したんですけど、その質問にねお答えしていきたいと思います。皆さんいつもねコメントなどもありがとうございます。このご時世で仕事が大幅に減ったと思います。お金の面での心配事はありますか？貯蓄があるから大丈夫な感じなのでしょうか？心配だよ心配だよ心配。私のメインの活動がマジシャンですけど、9割以上の仕事がまあなくなったので 98% ぐらいかなと、もうほとんどの仕事がまあキャンセルとか延期になってしまったのと、2月の後半からイベントもキャンセル延期でしょ。春イベント復活するかなと思ったら1年後に延期だし、この夏もほぼもうイベント流れてしまったし、秋冬どうなるのって感じだけど、やっぱ厳しいのかなっていう感じなので心配です。誰か助けて SOS ですよ。ただね、一番困ったのはやっぱね、私仕事大好き人間だったから、このエンタメ業ね、ママジシャンとしての活動だから、やっぱねこのねやりがいを失ってしまったことが一番ショック。毎日泣いてる。でもね、まあ私たちイベント業だけじゃなくてね、他のね業種の人も大変だと思うのでね、どうにか乗り越えていきましょう。シエルさんの決め台詞、ラブマジックの誕生秘話があれば教えてください。考えたんだけどね、思い出せない。締める何か言葉が欲しかったんだよね。そう、デビュー当時にラブマジックってどっかから出てきたんだろうね。たまにさ、あのラブマジックのポーズを教えてくださいって言われるんですけど、ポーズとかないの。みんなこうハートマーク作ったりとかしてくれるんだけど、基本マジシャンって両手に何かしら持ってるから、もうハートマークとか作れない。あのね、私ねもう一つ実は決め台詞というか挨拶のセリフがあって、これがあなたのハートにイリュージョン、マジシャンのシールです、なんですよ。で、これをね友達が考えてくれた。デビュー当時に地方の番組にレギュラー出演とかさせてもらったりとかしてて、でその時に毎回あなたのハートにイリュージョン、マジシャンのシールですって言ってました。これ最近ちょっと恥ずかしくて言えないんだけど、たまにさイベントの司会者さんとかがさ、まあ、私のね紹介をしてくれる時にさ言ってくれんのよ。あなたのハートにイリュージョン、マジシャンのシールさんです、どうぞみたいな感じで、そうちょっと笑っちゃう。 そう、それはあの司会者さん言わなくていいよって思っちゃう。私言うから。どうしてそんなに綺麗なんですか？嬉しい。こういう言葉に励まされて美意識を高めようと思います。ね、綺麗でありたいなっていつも思いますね。最近さ自粛期間でさ誰にも会ってなかったからさ、あこれはまずいなと思ってさ、けどちょっと前に美容院とか行ったんだけど、ステージ立つ時とかはさやっぱこう綺麗な格好でね、まあ、メイクとかもね可愛くしてねステージ立とうってね思ってたから、やっぱそういう風にねステージ立ったりすることもね大事だったなと思ってね、こうやってね言っていただけるように引き続き頑張りたいと思います。高校生以上に見せるのに良いステージマジックなどありますか？あと演目を入れる順番などに気をつけていることは何ですか？何をやるとか教えてもらえると嬉しいです。もうねこのねステージマジックとか、まあ、クロースアップもそうなんですけど、マジック演目って多分ねそのマジシャンさんのキャラクター次第だと思うんですよね。コメディマジックを見せたい人なのか、スタイリッシュにかっこよく見せたいのか、なんかメンタル系で攻めたいのかとか、多分それによって変わってくるから、見せ方をどう見せるかの方が重要なのかななんて思うんだけど、もう私はもう動画とかで100回ぐらい言ってるけど、もうフォーナイトメアーズですよ。ロープマジック。音楽に合わせたサイレントマジックでも見せるし、トークマジックでも見せるし、尺も短くも長くもできるし、ロープって伸ばすとさ、おっきいからさ、ショーが大きく見えるんですよね。フォーナイトメアーズすごい好き。演目を入れる順番などに気をつけていることはありますか？私はほぼステージ立ってから演目決めます。予備ネタも一応用意しとくんだけど、あのお客さんの雰囲気によってこれは客上げした方がいいな、今は違うなとか、そう空気によって変わってくるから逆に決めないっていうスタンスです。大まかな流れだと最初短めの音楽に合わせたマジック、挨拶して、まあ、トークマジック、客上げ、お客様参加型みたいな感じかな。何を演じてるのか、まあ、私はねドリームバッグって知ってるかな、なんかね、紙袋の中からね謎の箱が出てくるマジックがあるんだけど、それのねボックスバージョンがあって、それすごい昔から好き でそれをサイレントで演じたり、音楽に合わせるマジックだったらシルクのルーティーンとかかな。ドリームボックスだとプロダクション
マジックって言ってこう物がどんどん増えていくんだけど、やっぱ最初ちょっと結構そういう派手なものとかやってっていう感じかな。トークマジックは何だろう、ロープマジック、カードマジック、スケッチブック系のマジック、あーたまにあれありますね、パラソルカード当て、傘の先にカードが刺さるマジック、あの傘開くと大きいから、 それで演じてたりします。シエルさんはスポンジボールマジックが苦手だと聞いたことがあるんですが、どのようなところが苦手なんですか。逆に私はシエルさんが得意なリングが苦手です。リングどうすれば上手になれますかね。スポンジマジックね、そうデビュー当時にもつまずいてそれからやってない。見てるの好き、見る線です。師匠とかよくやるんだけど、やっぱ見てるの面白いよね、可愛いし。一つ言い訳をするのであれば、最終的に増えるとした時にまず衣装にポケットがない、カバンがないとか、なんかそういうので自分の中で演じにくいっていうのでちょっとこう置いといたって感じかな。私リングそんなにね得意ではなくて、もともとダンサーをやってたんで踊りとマジックが組み合わせやすかったんですよ、リングマジックが。そうだけどね、デビュー当時ね怒られた、ベテランのマジシャンさんに。リングをガンガン振り回しちゃダメだってね、そう言われたことがあります。いろんな思い出があります。マジシャン何人かいるときはみんなでやったりとか、まあ、あとはね師匠との、まあ、ネタで2人で、まあ、リングやったりとかはあるけど、1人のマジックショーにはレパートリーに入ってないです、リング。シエルさんは仕事として呼ぶとなるとどれぐらいかかりますか。また他のマジシャンさんたちの相場たるものを教えていただければと思います。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。金額はね私公式サイトに書いてあるんだけど、ステージマジックは1ステージ10万から50万、テーブルマジックが1ステージ10万円からステージマジックとテーブルマジック組み合わせて15万円からっていう感じなので、まあ基本10万円からみたいな感じなんだけど、まあお客さんの人数だったり、あとステージの公演回数、1日2回公演とか、まあそれとかによって変わってきます。はい、あとはやっぱ5名のパーティーもあれば1000名のパーティーもあるので、それによってね演目だったり、あとはまあアシスタント連れてったりとかいろいろ変わってくるので、それによって変わったりはするかなっていう感じです。公式サイトをねちょっと参考にしていただければと思います。でもマジシャンの相場は、まあ、テーブルマジックがだいたい5万円ぐらいで、ステージマジックがまあ8万とか10万とかそれぐらいなのかなって感じで思ってます。まあテレビとかで人気なタレントマジシャンさんとかが10万20万30万1万みたいな感じで上がっていったり、まあ、本当に有名な方だと1ステージ数百万とかっていう噂を聞いたりしています。まあマジシャンそれぞれですね。結構ね同業者から相談が来るんだけど、地域によっても違う。やっぱ東京はね比較的高くて、あのね関西方面がね、あのね相場っていうのかな、やっぱ価格がね安いらしいんですよ。でそれはね関西の方は値切り上手なのかななんて思います。マジック動画ネットで買えますか、店舗で買えますか、おすすめのショップがあれば教えてください。もうほぼネットですね。まあ、よく買ってたショップは、まあまあ、マジックファンタジアさん、フェザータッチさん、フレンチドロップさん、キングオブマジックさん、ストリートマジシャンさん、あとは名古屋の手品屋さん、あとは GIN、ジーンさんとかかな。はい、このあたりかなって感じです。ただマジックショップによって、マジック道具の金額が違うので、まあ、欲しいマジックグッズがあったらいろいろ調べてみるといいかもしれません。金額ね本当それぞれなんですよね、ショップによって。であとさ、よくあるのがさ、やっぱ1万円以上送料無料とかさあるじゃないですか。でこれはマジシャンあるあるだと思うんですけども、あのね欲しいマジック道具って結構ね散らばってんだよね、ショップごとに。これねまとめて買うのなかなか難しくて、で結果なんか送料無料にしたくて他のものも買っちゃうみたいな、なんかそんなの繰り返してましたね。でおすすめのショップなんですけど、マジックファンタジアさんとか名古屋の手品屋さんとかフェザータッチさんあたりは結構ステージマジックの演目が多いんですよ。あとはフレンチドロップさんはね、あのお客さんのねこのレビュー、ユーザーレビューっていうのがあって、でそれをね私見ながら買ってました。もうそれこそ本当これは良くないとか結構はっきり書いてあるから、それ参考にして、あこれはいいんだ悪いんだとか、そういう風に見て選んでました。ステージマジックを始めるとしたら最低でもいくら以上かかると思いますか。演目によりますよね。テーブル浮かせたいとかなればやっぱそれを道具買わなきゃいけなかったりとかするんで、まあ、数万から数十万必要だったりとかするし、実力があれば100均行って材料買って全然演じることができると思います。
うちのからぐりドール師匠とか、まあまあマジック道具をねしっかりと、もういろんなねレパートリーありますけど、100均とか行って材料買ってきますとか言って100均で買ってパフォーマンスすることとかもあったりするので、あの勉強代としてねどこまで払えるかっていうのもね、その人によるのかなと思います。私は多分マジック道具に500万以上は使ってきてるので、やっぱいろいろと買って、ああこうなってるんだこうなってるんだって学んで、でまあ今があるかなっていう感じかな。例えば新聞復活とかでも数千円で買えるのと数万円で買えるのがあるんですよ。そうで、やっぱ両方買って、あこっちの方がいいなとか、あこういう風になってるんだみたいな感じで、まあ、勉強になったりとかするので、やりたいことに対してはね投資することって大事だなと思うんで、お金の使い方って難しいですよね、うん、おすすめのステージマジック商品を2つ教えてください、かっこ高すぎないやつで。マコミカルデック、あマコミカルデックも売ってないかもしれない、ジャンボマコミカルデックステージ用のやつ、あれが3000円くらいだったかな。ちょっとバイシクルのねもの高いんだけど、私のおすすめマジックのフォーナイトメアーズは5000円ちょっとぐらいしちゃうかな。あとはまあカーディオグラフィックとか、カーディオもステージだと7、8000円はしちゃうかな。まあリングにしても8000円ぐらいはするし、さっき言ってたその傘差しカード当てみたいなやつだったら2万円ぐらいするかな。高いよね。私でも100均にある道具も使ったりするから、今すごいんですよね100円均一。なんかいろいろ売ってますね。例えばロープ切り100円で買えるもんね。インスタグラムのね質問も答えていきたいと思います。一番値段が高かったマジック道具を教えてください。こちらは、テーブルが浮くものですね。フローティングテーブル。これが30万円でした。手が小さいとカートの扱いが大変じゃないですか。多分ね訓練すればねできるんだと思うけど、例えば私パーム系のものとかはもうほんとなかったことにしてる。デビュー当時さ、カードマジック辞典とか読んでさ、そのもうパームみたいなとことかもう飛ばしたよね、もうペロンって言って。そうでもやる子はやるからね。海外の男性のさ手が大きい人と私みたいな人は同じ大きさのねトランプを使ったりするからね、自分ができるね演目を選べばいいので、そんな感じです。マジシャンの派遣はしているのですが、依頼は可能ですか？もちろん可能です。お仕事のご依頼はマジシャンシエル公式サイトにお願いします。待ってます。英語は喋れますか？英語ね、もう最近全然使ってない。日常会話ちょっとぐらいかな、もうねマジックするときはノリと勢い、一緒か、ノリも勢いも一緒か。そうオーバーリアクション、オーバージェスチャーでそうやる。女性にかける恋のマジックありますか？ラブマジック。おすすめのトランプなんですか？まあやっぱ仕事で使うのはバイシクルだよね。ゴールドスタンダードは使いやすいかな。あとはね、私最近ねこのねコパックシリーズ、これがね柔らかいというか、そうスプリングとかの練習でこれすごい使ってた。ただねこれねマジックを演じるってなると使いにくいかもしれない。でもこちらのシリーズ結構衝撃受けました。トランプって何日おきに変えればいいですか？まあ練習だったらねたくさん使ってもう傷んじゃったかなと思ったらまあ捨てればいいのかなと思うんですけど、まあ最近さ思うのはさ、この時代ってやっぱこの衛生面ってね気をつけなきゃいけないと思うので、まあ、最近この同業者の中で言われてるのはやっぱ仕事の時は毎回新品使うって感じかな。ちょっといろいろ変わってくるよねマジック演じる上でも、いつも気を使ってるとこは何ですか？マジックを演じる時だったらやっぱその空気感かな。ここはこれぐらいのトーンでいこうかなとか、そうこれぐらいの声の張りでいこうとか、そうあと私結構声が大きいので、あのうるさくならないように気をつけたりとかします。力を入れてる部分っていうのは、まあ、衣装とかかな、オリジナルで衣装を作るとか、登場のところからねお客さんに楽しんでもらいたいなと思って、まあ、そういう衣装作りとかにも力を入れてます。自粛期間中は何をして過ごしてましたか？かっこ映画ドラマ鑑賞以外。人生についていろいろ考えてた。イベント業界さやっぱなかなか大変なので、まあこれ本当イベントだけに限らずの話だと思うんだけど、やっぱ今までやってきたことと同じ形では動けなくなるのかなと思うと、やっぱこう働き方だったりそう変わってくるよね。すごいさそのマジックの仕事好きだったからいろいろ考えてましたね。皆さんは何して過ごしてるんですか？いつからマジック始めましたか？2009年からなので、今年でマジシャン歴が12年目になります。
トップショットとホットショットカットの深度はどうですか？最近飛ばせなかった。どちらも飛ばない可能性があります。もしマジシャンじゃなかったら何をしてると思いますか？もともとさ、マジシャンになる前ダンサーやってて、けどダンサーはね挫折してるんだよ。そうだから多分ダンサー活動はねずっと続けてられなかったと思う。でもじゃあマジシャンじゃなかったら何してるんだろうね。エンタメには携わってたのかな、何かの形かで。でもよく思う、あのマジシャンになれてよかったなってすごい思う。なんだろうね、多分私って好きなことしかできないタイプの人間だから、それこそあれかもね、海外ドラマとか映画関連とかでこうメインで仕事してたかもしれないね。まあ今もねちょこちょこ海外ドラマ関連の仕事はしてるんだけどね。何してたんだろうね。ほんとマジシャンになれてよかったなっていつも思う。それぐらいね、あのマジックの仕事が大好きです。というわけでね、ちょっと全部ではなかったんですけどね、今回はねそのマジックに関するね質問に答えさせていただきました。質問くれた皆さんありがとうございます。で引き続きね YouTube だったり SNS でね何か質問あればね気軽にコメントしてください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。